私のですね、大学の、高校の、あ、大学の後輩で石田和也っていうやつがいるんですけどね、そいつから、ILS ですか、あれの、啓蒙の活動っていうことで、アイスバケツチャレンジっていうのを指名が来たんですね。でまあちょっと、いろいろと考えたんですけどね、僕はまあちょっとあんまりそういうのって、どちらかというと否定的なんですよ。でまあそもそもね、その病気のことに関してこう啓蒙しようっていうのはそれは別に悪いことじゃないかもしれないけど、でもだからってそれをじゃあアイス氷水かぶったからってそれでどうにかなるっていう話じゃないと思うんだよね。だからもうそういうことをねちょっとやってそれを啓蒙しようってすることはなかなかちょっとそれは違うと思うんですよ。そういうわけで僕は絶対にやりません。